白髪が増えた。はあ。一、こちらは東条会六代目。おお。堂島会長だ。あ、この方がだからあの体がもう一つ良くないっていう人。あ、違います。違う。つまり体が良くないって言ったのは近江の方や。そうや先生。元東条会の会長。そう。ということはですね、東条会って潰されちゃったので、うん、この堂島さんもさっきの真島さんとかも。あの行方知れずだったんです。はあ、はあ、その組がなくなってたんで。はあ。それ吸収されたというよりも上は飛んでたわけや。そう。ところが堂島がここにいるという。というのは東条会を潰して、うん、で荒川さんだけ東条会から近江にくら替えしたわけなので、そう。東条会自体はぶっ潰されてる。そう。ところが堂島と仲良く荒川がいるという、うん、この展開ということです。はい。はい。わかりました。東条会の六代目。六代目、あいつがうちにいた男で一番です。東条会荒川組春日一番。ああ、そう言ってもらえる日が来た。堂島大吾だ。そちら真島五郎、そして西島大河。なんや、やっぱり味方やったんか。すごいやん。大きな揃い踏みやん。おかげでこの喧嘩不完全燃焼や。だから本番は明日だって言ったでしょう。真島のおじき。おじきなんや。まあそうです。だからあの登場会にいた時って荒川って三時代舞台のちっちゃい組だったんです。なだから貧乏組だったじゃん。そうです、そうです。で、真島とか西島さんは先輩なので、うん、で中心に近いわけやと。より中心に近かったんです。そういうことだ。はい、だからお辞儀っていうんや、はい。もう少し人の話を聞いていただかないと。おい、どうした？二人とも。またやるつもりなのか。手出しはさせねえぞ、荒川。大丈夫だ。俺はもう一応打ったら死ねえよ。どうだかな。だったら俺らに信じさせてくれ。ああ、言葉を尽くさせてもらう。おお、いよいよみんな入ってくれ。おお、竜の間に。おお、大体この堂島がいるということ自体が不可解やからな。不可解ですかね。不可解極まりない。ここにいる全員登場会やからな、元。続きは今度やな、春日一番。ちなみにですけど、はい、あの松島さんは、はい、あの喧嘩気違いとか、ああ喧嘩大好きっ子で、うん、あの前の主人公ってあのがいるわけなんですけど、うん、あのそれにずっと喧嘩を売るわけですよ。うん、で、なんかあのずっと絡んでくる人みたいな感じ。へえ。あの桐生一馬ですね。はいはい、桐生一馬にずっと喧嘩を挑んでくるというか、あの喧嘩大好きな。でかいのに。あのあれやな、キングダムのあの喧嘩の帝王みたいな人出てきてたやん。あの人似てるな、ちょっとな。でっかい。忘れた。名前忘れた。喧嘩の帝王。うん。もう伝説的な強い人。あのあれさ、西島さんの方ですか。官兵衛とかですか。いや、なんかね、敵のね、前が呂布みたいなもっと動物的なやつがいたんですよ。あの宝剣。宝剣や。宝剣良かったよね。宝剣。戦ってる時目が真っ白や、はい。白目で戦うの。宝剣。もうほとんど大魔人みたいな人。でも中身はちょっと子供のような。そうそう。幼い頃に、あ、これもネタバレになるからやめとこう。そう、はい、そう、幼い頃にある不遇に思てんねんね、うん、宝剣は実は、はい、はい。座ってくれ、一。よかったら、そちらの皆さんも。なんでこの近江会連合の真っただ中にこういう、ね、うん、失礼します。登場会の人たちが固まれるのかっていうのも不思議やね。うん、まあ、こっそりですよ。こっそり、こっそりの割には広い部屋やけど、ブユーとかで、はい。
会長はじめ真島も冴島もこちらのお三方は長いこと姿を隠していた。2年前のカムロ町参詣作戦以来ずっとな。今この部屋にいることを知ってるのも俺とお前たちだけだ。そうね、カムロ町の参詣作戦って若が始めた浄化作戦でしたよね。ああ、お前も知ってるだろうが、あれが成功した陰には東条会の内部情報があった。知事になった正人にこの情報を漏らしていたって噂は聞いてるだろう。情報を漏らしていたのはこの俺だ。まあ噂通りや。六代目が何も言わないとこ見ると何か裏があるんですよね。あるんでしょ六代目。おい、イジ。いいんだ、俺からきちんと話す。荒川の親分は東条会を裏切ったわけじゃない。東条会の内部情報を漏らしたのは俺の了解を取った上でだった。俺が頼んで荒川さんには欲深い非情な裏切り者を演じてもらったんだ。すごい。そしてそれが結果的にお前を銃で撃たせることにもなってしまった。荒川の親分を責めるんじゃない。説明はそれで終わりじゃないですよね。そこまで言ってくれたってことは全部話してもらえると思っていいんですね、六代目。ここまで押しかけてこられちゃもう逃げられないからな。いいですよね、荒川さん。来た甲斐があったな、一番よ。事の始まりは正人が青木亮として都知事にまでなった時だった。あいつはカムロ町参詣作戦で東条会を潰すための内部情報を荒川組によこすように言ってきた。もし断れば暴対法をどうにでも使って組が潰れるまで何度でも俺を逮捕させると脅しをかけてな。若が親さんに。ちょっとそんなこと言ってましたね。ああ、そして俺が困っていたところに沢城が提案してきた。正人の要求を飲むことで荒川組の存続に目こぼししてもらう取引をすべきとな。正人に従えば組を追い込むような真似まではしないはずだと。うん。沢城は正人を俺よりも甘やかしちまうところがある。うん、だが俺は即断しなかった。いや、できなかった。筋の通った話じゃねえからな。だから正人から頼まれた話をありのまま六代目のお耳に入れることにした。もし俺が正人の頼みを断ったとして正人はおそらく他の組に同じ脅しをかける。そしていずれは東条会の他の誰かが組織を裏切るはずだ。うん、そいつを見過ごす気にはなれなかった。なるほど。それにこちらの会長は正人とは世代も近い。若い人間の考えることは若い人間に相談するのが正しいんじゃねえかって考えたんだ。実の親子の縁ってのは抜きにしてな。六代目もじじい殺しやな。そのじじいの中にはお前も入っとるで、兄弟。もし東条会の情報を引き渡さなければ荒川さんは何らかの難癖をつけられて逮捕されてたろう。暴対法は解釈の仕方次第でヤクザをどうにでもできる法律だ。結局政治家や警察の一部官僚が都合のいいように暴対法を使って極道を好きに動かせるのが現状なら今の極道のあり方には何の価値もない。なるほど。いずれ大門を掲げることはむしろ連中の奴隷であることの証ってことになる。政治家がどんどんヤクザ化するっていうことは逆に言うと奴隷の証。ふん、言い過ぎだか。だが今の流れが行き着く先はそこだ。そして実際に、うん、そうやって刑務所に送られていた男がいたな。警察の嫌がらせに逆らった下っ端組員の使用者責任を。なるほど。刑務所に行った男、それが近江連合若頭
渡瀬勝。おお日本最大の極道組織を動かす事実上のトップだよ、うん、明日出所し次第この近江連合本部へやってくる、うん、その時を迎えるために今まで俺たちは姿を消してきた、うん、渡瀬の出所を待ってたって何をする気なんですかあんたらは、うん、まさか渡瀬っての襲うとでも言うのかそんなことをして何になるほんまやはい確かにじゃあ何を日本の二大極道組織近江連合と東条会を解散させるその届けを出すと渡瀬に宣言してもらうはあ解散宣言近江と東条会が渡瀬も俺と同じ考えを持っている無所の中で心変わりさえしてなきゃな解散ってそんな真似されたら現役の極道が黙ってねえんじゃん確かにああ明日はここで何が起きるか誰にもはっきりした予想は立ちゃしねえだから一人でも多くの味方がいるんだよそれも絶対に信用できる味方だな店がそう言ってなかったか一番あえ解散することでどういうことが起こるんやろにわかに俺は分からんわまあ要するに官僚とか、うん、あの警察に使われる極道にはもう意味がないから、うん、まあまあまあ全部を解散させる、うんまあそういう、ね、もうそんなことしたら、ちょうど、その後には混沌しか残らないと思いますからね。はいはいはい、単に。なるほど。昨夜はそれでおやっさんと話ができたってわけですか。たくもう、俺が手回すの待ってくれりゃスムーズにいったのに。俺の性格は知ってんだろう。待たせたおめえが悪いんだ。真島さんや西島さんとやり合っちまうなんて。話聞いた時はもう生きた心地がしませんでしたよ、俺。他に失礼はなかったでしょうねうるせえな余計なお世話ない君にはかけねえだろ、まあ、とにかく今日はこれから渡瀬の頭が出所して本部に来ます、うん、おやすも登場会のあの人たちもこの日のために長いこと耐え忍んできました、うん、あとはもう手はず通りに動くだけなんで、うん、手はず通りにかこれからやることがおやすさんの信じる正解だって言うんだなそいつについてくさ。まあ渡瀬は渡瀬の考え方がきっとあるはずやもんな、うん、今日これから起きることにおやっさんも命がけでやってきたんですそして俺たちには今一人でも多くの味方が必要です兄貴本当に力を貸してもらえますかまだそんなこと言ってんのかもう俺の腹は決まってる偉人町の仲間たちもやる気満々だどうせここまで来たんならしっかり祭りに参加するってなそこまで乗り気で行ったわけじゃねえけど一番が言うなら俺らも付き合うだけさもう一つ目的を喪失してる感じやけどねうんそうですか、まあ、まあでも彼らとしてはだからその極道組織を解散させて、うん、もう終わりにしようという、うん、ことに乗っかったわけですよねああ、まあ、あの、もう、おやさんがやるっていうんだったら、それを応援するっていうことですね、うん。じゃあ、準備ができたらタクシーで本部にお越しください。俺が出迎えしますんで、中にはすんなり入れます。それじゃあ、また後ほど。おい。どんなとこなのね。あ、いや、さっき言ってた。ああ、あの大きな広いとこか。来ました。近江連合の大門ってなかなか渋いですよね。控えの前な。
でしょうか。おお、待て。濃いな。名前なんだっけ。天道だ。近江の頭補佐だな。君のいとこみたいな顔してる。これ見たんだよな。どこで。ごちゃごちゃ抜かすな。どないだっとるんや。なんで踊れがここにおる。どないして入り込みよった。天道、そいつら通してやってくれ。俺の客だ。客でっか。せやけど大工、確かこいつは俺の銃弾を真っ向から胸で受けてくれた男でね。今日は頭の出所祝いに時刻から駆けつけてくれたんだ。うん、ほう、そいつは感心ですわ。ほな、もしこいつが何か問題を起こした場合はあんたがきっちりケツ持ってくれるっちゅうわけですな。受け合おうよ。今日は何が起きるんや。楽しみにさせてもらうで。期待していいぜ。何しろ近江連合がひっくり返るような騒ぎが起きるんだ。もう言うてしもた。何言うてしもた。異人町でしたこと、今度はあんたらがされる側だぜ。思い出した。あれは元スーパーヘビー級のボクサーだ。マジか。挑戦者からの八百長に乗って結局支払いを渋った連中を殴り殺したっていう野郎だ。すごいな。おお、あったな、そんな事件。あいつがそうだったのか。リムジーン。あ、こいつか。あ、渡せ。いきなり顔が見れた。ちょっとユダヤ系入ってますけど、ね、違う。そういうこと言ったな。なるほど。そういうこと言ったかな。ちょっとユダヤ感ありますね。うん、ユダヤ感もある。ヒゲも感じる。そう、ユダヤ感があるんですよね。日本人のヒゲじゃないですもんね。そう。イタリア系ユダヤ人的な。お疲れ様でした。まあ、彼はでかいけどね。そして、マサル。拍手や。カムロ町に送り込まれた近江連合の幹部は全体の約半数。蒼天堀に残ったいわゆる由緒正しい幹部たちは全員本部のホールに渡瀬の出所を祝いに来る。その時渡瀬は懐に書状を用意しているはずだ。うん、親分連中やな、こちら。はい、わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。そうない。創世期には敵対する組織との抗争も引き起こし多くの人命が失われた歴史もあります。うん、地域住民の皆様におかれては我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。ざわざわしてる。つきましては現会長および組若頭渡瀬勝の連名により本日をもって出た関西近江連合を解散いたします。これも話がついてたんや。つまりあのだからこの刑務所に入る前からその話はしてた。あ、そういうことなんや。はい、なので今日この話をする。おお、はい、はい、大阪府警本部長殿。すごい、覚悟してる、覚悟してる。殺されるで。喧嘩強いで来た登場。
東条会六代目堂島大吾だ。東条会？なんでそんなんがここに。東条会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ、俺はギャル解放権。政治に利用されるその極度を潔よくないと。ミツがそう言ってなかったか一番。思い出したか。ええ、でもまさか東条会と近江連合の同時解散なんて。ねえ。ああもちろん、それがトップの決断だとしても組員の多くが反対する。結局頭がすげ替えられただけで新たな鳩目争いのドンパチが起きることにもなりかねねえ。いやまあそうなるでしょう。どうも根回しする時間が必要だった。ああそう、根回しって、根回しそんなのは誰がどうやってやるんです。全く全く。六代目が絵を描いてくださったんだ。正確には俺と渡瀬がな。渡瀬も俺と同じく極道の未来に憂いと疑問を持っていた者同士。なるほど。そして同時解散という権力の犬になってしまうということでね。問題となったのは日本最大の極道組織近江連合をどうやって穏便に解散させるか、その一点だった。まっとうに直参幹部を集めて相談したところで受け入れられるわけがない。しかも神室町参詣作戦と前後して大阪では渡瀬が刑務所に入ることになり、トップ不在の状態になっていた。下手に動くとクーデターも起こりかねない。ですよね。そして考えたことは参詣作戦を逆手に取ることだった。逆手に取る。それには2つやるべきことがあった。一つは参詣作戦を成功させることだ。成功させる。そのために荒川さんには東条会の情報をあえて漏らしてもらい、神室町から東条会を追い出す流れを助長してもらった。そしてその参詣作戦はあっさりと成功する。まあ青木は自分の手柄に思わせたつもりだったろうが、真実は我々がそれに乗ってやったまでということだ。なるほど。そして俺が六代目に頼まれた二つ目とは、欲深く非常な東条会の裏切り者という立場を死んでも演じ続けること。まあ、そう。そして真実味が増すよ。東条会が消えた神室町に近江の連中を引き込むことだった。荒川さんは見事に蒼天堀で巨大になりすぎた近江連合の力を半減させることをやってのけた。そのおかげで今この蒼天堀にいるのは神室町に半数以上の兵隊を持っていかれた近江連合ってことだ。じゃあ親父さんの狙いはまさに今この状況を作るため。そして期限も間に合わせてくれた。渡瀬の出所日、同時解散宣言の日に。今日のために念入りに研いできたんやで。最初の餌食になるのは誰なんや。やっぱ東条会伝説の幹部は一味ちげえな。感心してる場合かよ。こいつらが全員近江の幹部か。神室町に半分行かせてもこんなにいるんじゃねえかよ。そんな嬉しそうな声あげんなって。嬉しかねえよ。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、踊れらも極道やったら力ずくで止めてみろや。
なるほど、そういうことやったんですが、荒川。ああ、奥さん来た。天道、来ないな喧嘩。一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかな、おもろないわな。お、お前も裏切るんか、天道。味方になると頼もしいね。それでも全然手が足んねえって。だから俺らまで駆り出されたんだろう。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。そういうことになったんや。伝説の極道たちと一緒によ。そうか、なんか紅白歌合戦的な感じにしてきました。ここはそういう感じです。はい、物語の終盤でちょっとサービス血がたぎるってもんじゃねえか、はい、ということで、はい、行く年来る年と。今日の熱戦が気に入らねえ。すげえ、すげえ。何に殺したら、何十年だった。あ、やばい。帰ってきよったな、道島の竜が。どういうこと？道島の竜って桐生一馬。ああ、はい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 、はい、チラッと見ました。チラッと見ましたよ。はい、あんたの竜が。なんかオールスターや。オールスター、オールスターや。何を言うとるぜ。そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。知らんで。ロジマリューかっこええ。かっこええ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねが美味しいとこ持っていきやる。この世界では大スターですよ。そうですけど、もうあのでも一応名前を捨てた人だから。ああ、そうかそうか、そういうことないな。おお、すげえ、竜や。竜がごとくや。竜さんや。よっしゃ、おかわりといこうか。まだまだ食い足りねえぞ、こら。もうついに裸になった、シックスパック。これで全部。え、どうなんだ、どうなるんや。やったぜ。バターン。じゃあな、カスガ、一つ借りとくぜ。かっこいい。よう、イチ。大家さん、すみません、体のやつが言うこと聞かなくて。寝たままで構わねえよ。お前のおかげだ、イチ。お前が仲間連れてきてくれなきゃ危ねえとこだった。確かに。いえ、仲間のおかげっすよ。こんな親父に言われたらもう最高やろな。そうか、いい仲間を持ったな。うん、いいことだ。おやさん、今まで本当によく生きててくれたな、イジ。まさにあれやな、
獅子の親はこう谷底に突き落とすっていう物語やな。わざとはそもそもわざと外してみたらいけなかったし、いやもう現代における不正の欠如、不正への願望そのものをなんかちょっと補足してくれるような立派な物語でしたね。素晴らしい。みんな父親にどうやってなったらいいのか、それをみんなで考えようじゃないか。父親になるということですね。そう、父親になるとはどういうことか。自分の思いを溜めて溜めて、その時に理由を説明しないっていうことですよね。ね、してもしても相手の経験値が足りないからわからない し、 からないし、自分の中でも迷いがあるだろうし、うん、それをずーっと自分の中でためためて生きていくっていうの一つの父親像ですよね、うん、はい、はい、というところで時間的にはだいぶいいぐらい。あ、これで終わりじゃないんですか。あ、全然ですか。そうなの、やっぱりよかった。いやだってあのまだほら和歌がいるじゃない。和歌がいるの、うん、どうなるのか。し、堤真一もいますし。なるほど。よかった。いや、俺、ここでなんか終わったら、うん、なんかなぁと思ってたんですよ。いや、そんなはずはないですよ。そんなはずはないですよ。だって、あと、警視総監もいるじゃないですか。そうや、そうや、ほんまや。はい。いろんな、よかった。ものが解決してないか。だから、まあ、前半は終了みたいな、ね。前半というか、まあ、中盛り上がりというか、もう、でもかなりクライマックスです。あ、そうなんですか。だって、ね、一の問題はもう、一と親父さんの問題はだいぶ、まあ、そうですね。ね、うん、解消されましたね。はい。はい、はいはい、まあ、この辺で一回そうですね切りましょ う、ね、まだまだあるのでしないときに、はい、嬉しいです。いやいや、じゃあここ一応親父さんがやったことの理由とかは大体解決したという感じですけど、はい、まだまだ楽しみしております。はい、はい、ありがとうございます。どうですかここまで。いやいや、めちゃくちゃ面白かったです。はい、よかった。まだまだ続くと、はい、まあ、まだまだもちろんホッとしました。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。名越康文 TV シークレットとよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの勢いで実はやりたいなと。